やっぱりその機能って限界ありますし、こう完全に個室じゃなくてこの腕とかでつながっていたり、人の声が聞こえてきたり、いびきとかいろんなあの騒音とかあるんですよ。いろんなことが煩わしくなってたり、あの住民とのあのなんていうか、住民のあの素行があまり良くなかったので、もうなんか別のところでこうふわふわしてた方がいいかなっていうのがありましたね。定住してるのがあんまり好きじゃないんで、なんていうか、どっかに依存するとかそういうのが嫌いで、こうあっち行ったりこっち行ったりで、こう結構自由奔放に動いているので。よく言えば、あの人にあまり干渉されないということなんですけど、悪く言えば結構閉鎖的で、あの人とこうすれ違うとか、あの田舎みたいに、あの開放的なところもあれば、都会みたいに、まあ今は東京なんですけども。完全にあの他人とあの干渉しないとか、あの個人個人が関与しなくて、一人きりは寂しいけど、一人でいたいって、そういうこう微妙な相反する思いをこううまくこう解消できるような場所かな。個室っていう面で一人ではあるけど、まあ腕はつながってるから、人の気配とか音とかはするから、完全に世界に一人ではないっていう、この外の世界とのつなぎ止める役割をしてくれるのもあるから、一人でいたいけど、一人、完全に一人は寂しい、両方こううまくこう組み合わさってるから、逆にすごく居心地がいい空間が。上の子が気に知らないと思うし、基本うち本人主義だから、下に手がかかるから、上のことなんかももはや16超えたら大人って認識をされるから、しかも私なんかは16だからもう働いてみたから、もう社会人っていう認識の中で接せられてたから、そんなに長く生きられないって言われてたから、目標は20歳まで生きることだったし、もうそれ超えちゃったから、何していいんだろうみたいな、やりたいことってなんだろうみたいな、目的はもう全部無視になっちゃってるから、まあそれ見つけるのにもちょっとフラフラしてみようかなっていう、フラフラしちゅう。
夢っていう夢はないし、1年後なんか想像もつかないし、なんせあまりに自分に興味がなくて何も思い浮かばないかな。とりあえず生きていければいいかなっていう目標は明るく楽しくかな。あとは夢、マッサージ系とかには進みたいかなと思ってるけど、進めればそっちの勉強はしたいかなと。1年後、想像もつかないけど、まあそれなりに楽しくやってそうな気はするかな。煩わしさから解放されたいとは言っても、現状というか、結局人とこう交流しないと人間ってやっぱり成長できないとは思うんですね。そうしてくると、やはり今の社会に全うしていいのかっていう自分の疑問の中で生まれた結論としては、マンボウとかこういう満喫っていうのは確かに一時的な利便性は素晴らしいと思うんですけど、ずっとこういうところに依存していてはやっぱりダメだと思うんですよ。それは結局今までの生活とが嫌で、こういうところに至ったっていうのも、結局こういうところもまたこういう便利なところも依存していてはダメだと思うんですよ。そういう意味でもうすぐにこういうところを脱却して、新しい世界に順応していく忍耐力や力強さを持っていきたいなって思いますね。6月28日までの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